はい、毎日学習会の林です。合格者の村田です。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。それで今日は、立命館大学の、理工学部理工セミナー方式ってことでやっていければなと思います。よろしくお願いします。理工セミナー方式っていうのは結構まあなかなかあれですね、面白いなと思っていて、まあ、数学に関するセミナーをして、筆記試験をして、あとまあ物理に関してのセミナーもして筆記試験をしてみたいな形で、まあ、面接も高等諮問と数学とか高等諮問と物理みたいな形であるっていう風な形です。で、内申に関して言うと、内申が、まあ、その5段階評価で 3.0 以上、これが数学理科英語に関しては必要っていう風なところがあって、あとはまあ数3とかちゃんと、やってるっていう風なことが求められます。だからまあこれ考えるとちょっと見てる限りとハードルはそんなにめちゃくちゃ高くはなさそうですよね。多分その 3.0 以上っていう風な内申制約を設けてる理由としては、そのすごい進学校の子とかって結構内申3との方が大変だったりするじゃないですか。めちゃくちゃレベルが高い学校だったりとかすると、でその時に、まあ、別にそのすごい進学校で内申が4とか取れてれば普通に慶応とか早稲田とか行きますよね。だから、まあ、立命館行く人でそのすごい学校の人っていうのを、まあ、排除しないようにするために 3.0 以上とか、そういう基準にしたのかなというふうな感じは、今お話を見ていて、思うところはあります。で、出願資格に関してはまずその辺、あとはその志望理由書に関しては、まあ、800字程度で書いてくださいっていうところで、まあ、他の文系の学部って言えば2000字とか書かなきゃいけないってことで考えると800字ってのは結構少ないですよね。それで他の文系の学部なんかと違って理系の学部っていうのはそもそもその研究で何をしてるかっていうのが高校生が見てあんまり分かんないじゃないですか。まだこう数学的な部分とかもやってなかったりするから、文系の学問っていうのは正直高校生が専攻研究見ても何やってるかって分かりますよね、ある程度。どういうことやってるかっていうのは分かると思うし、大学に入ってあれ分かんないなっていうふうな戸惑いを感じることっていうのは多分そんななかったと思うんですよ。でところが文系に関して言うとあれ分かんないなっていうのをやっぱり感じる部分っていうのはすごくあったんじゃないかな。文系で理系に関して言うとあれ分かんないっていうか何を研究しようとしてるのかすら分かんないみたいなことが多分全然あると思うんですよ、大学って。だからその文系の学部の A を受けるときみたいにこう研究内容を一通り見てまだここの部分がやられてないからじゃあそれに関してやっていこうみたいな組み方をするというよりは、どちらかというと今こういうことに興味があってそのためにはおそらくこれが必要だからそれを立命館でやっていきたい程度の話でいいと思うんですよね、っていうふうなことを考えると、じゃあそこを詰めてやっていきましょうというふうな話になってくると思うので、ちょっとそこのところを見ていく必要があるのかなというふうには思います。そこは多分理系と文系でその志望理由書の書き方としてはかなり違ってくるかなとは思います。あとはまあこれセミナーの内容に関してですけど、数学について、高等学校での学習から大学での学習につながる内容のセミナーを行って、セミナーに関する理解と筆記試験を行うっていうふうな形で、あとはその高等諮問ではその大学を学ぶ上での心構えとか、あとはまあその数学とか物理とかの基礎知識に関してやっていくっていうところ、まあこれは面接が通理科学科と物理科学科に関してはあるっていう感じですね。でまあ心構えってところに関してってやっぱり分からないものに関してこうおじけつかずに取り組んでいくとか、まああとちゃんとこう分からないことがあった時にそれを言語化して相談していくとか、そういうことができるかどうかってことを見ていく上で面接をするのかなとは思います。他の工学系のところは、まあ、基本的にはセミナーと、筆記試験だけっていうような形なので、だいぶ見え方は変わってくるかなというふうなところです。まああれですよね、その文系的なものと比べると理系的なものっていうのはやっぱりこう大学での研究内容とか、まあ、本読んだりとか論文読んだりとかしたらまだ数学とか物理とかで履修してないところがあるとよく分からなかったりするので、そういうところっていうのはやっぱり何て言うのかな、分かる前提じゃなくて分かんないんだけど分かんないなりにやりますってことを言うしかないかなと思ってて、そこ結構違いますよね。文系だったら割と分かりますもんね、はい、実際大学入って研究論文とかちょっと読んでみて何をやろうとしてるのかすらさっぱり分かんないってことは基本的にあんまないでしょ。ただ理系だとそれが全然起こってくると思うので、そこに関してはちょっとやり方変えていかなきゃいけないと思うので、これは明治の
理工とかその辺目指してる人に関しても同じだと思うんですけども、やっていく必要があるかなとは思います。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会ではLINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。